はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、みのけんじです。さあ本日の動画はこちら。タイトルの通り序盤攻略のポイントっていうことで、まず前提として1976年スタートで引き継ぎデータなしっていう条件のもとの序盤攻略ですね。まあ引き継ぎデータがあれば攻略もクソもないんで、でこの攻略のポイントとしてで DLC を少し使用します。馬の購入の DLC は使わないですね。で使う DLC が、まあ、こちらの一応工事期間短縮 DL の C のフルセットを自分は買ってるんですけれども、この中で必要なのがこれですね。牧場の工事期間の 50% 短縮、これが必要になってきます。まあもちろん繁殖牝馬の所有数プラス5っていうのもできれば欲しいですけれども、まあなくてもなんとかなるかなっていう感じですね。でこれがこれですね。この牧場工事期間の 50% 短縮だけなら220円で買えるので、こちらは使う前提での攻略となります。こちらを使うことによって1年目の出産の時期に繁殖牝馬を10頭にできるので、こちらは買っておいた方がいいです。こちらを買わないと出産の時期に繁殖牝馬を10頭にできないんで、ヨークセールで売ることのできるのヨークの数がね増やすことができるので、こちらは買っておいた方がいいです。まあできればね繁殖牝馬の頭数増やすのも欲しいけれども、まあこちらは使うかどうかはお好みでっていう感じですね。あればもちろん繁殖牝馬の所有の可能数がね増やせるので、それだけ種付けの頭数が増やせるっていうことですね。ではこちらの条件をもとに、まあ、どういった感じで攻略していくのか説明していきましょう。ではねゲームの画面をご覧ください。でこちらが1979年の年末ですね。12月4週までのデータ、これは完全に引き継ぎなしのデータの状態ですね。で現状が金札1枚、銀札1枚、銅札4枚、緑札が15枚あるようになってます。でこれどういうふうにゲットしたかというと、金と銀これに関してはプレイ評価のランク5の報酬ですね。こちらを利用することによって金と銀の札が使えるようになってます。でこれらをゲットしたのが79年の始まりぐらいかなにランク5に上がってます。でまず前提としてこう攻略どういったことを基準にして攻略っていうかっていうと、安定した牧場の経営をするため、安定したプレーをするために厩舎と種牡馬の施設ですね、こちらを3段階まで改造するっていうことをまず最優先としたものとなってます。でこちらを拡大するためにまあお金も必要ですし、で必要なのがこの名声ですね。名声が1000以上にならないと厩舎種牡馬の施設っていうのを3段階目の拡張ができないような仕様になってます。でこの名声を稼ぐためには、まあ、重賞を勝つっていうのが一番重要なんですけれども、まあもちろんお守りもお金もあんまりないんで引き継ぎなしだと、体験版のボーナス金札1枚と追加の支援金5億円それを利用した状態になります。でまず重要なのがその金札は何使うかですね。まあこれは絶対ではないんですけれども、個人的にはこのアンジェリカをまず購入するっていうのをおすすめします。繁殖牝馬を購入できるようになったら金札を使ってこちらを購入することによって、まあ、代表産駒桜進撃ですよね。でそれまでに、まあ、生まれた馬もいますよと。で仮にあんまり能力高くない馬っていうのも生まれるので、そういう場合は8月の1週のヨークのセールに回すと、それでお金を稼ぐっていうことですね。でそして一番重要なのが1年目ですね。初年度のプレイ評価
これらを全部達成することによって、こちらですね、緑札と豆腐札のお守りが1個ずつもらえるようになってます。これですね、1年目に100ポイントまで貯めるともらえる特典ですね。でそれで何を買うか、まあ、洋服買うんですけれども、その時に買った洋服っていうのが1979年では4歳になってる、この2頭ですね、初芝王と武田、この2頭を買うのが非常に重要ポイントですね。あとは初期の譲渡馬、今はね、繁殖牝馬になってるこのディアマンテ、ディアマンテが現役時代オークス秋華賞ビクトリアマイル、この G1 3勝しています。これをすることによって名声を1000以上まで上げることができるっていうことですね。あともう1頭、ヒシスピード、こちらも初期の譲渡馬の1頭ですね。で重賞3勝できてると、うまくいけば G1 も勝てるようになってますね。まあマルゼンスキーがいるからちょっと難しい部分はあるんですけれども、ワンチャン勝てる時もあるんで、であと大きいのはこれダートも走れるんですよね、ヒシスピードの場合は。なのでダートの重賞も狙うことができると。まあ唯一欠点があるとすれば早熟な点かな。で能力はこんな感じ、スピードが若干成長してっていう感じですね。ちょっと精神力が低いのもね、ちょっと弱点ではあるんですけれども、名声稼ぎとお金稼ぎっていう点で言えば非常に役に立つ馬ですね。まあ、この初期の譲渡馬と1年目でもらえる緑のお守り、銅のお守りで洋服を買うっていうのは非常に重要なポイントになります。でこれらをうまく活躍させることによって4年目で種牡馬の経営施設を3段階まで改造することができると。でこれが重要なのが、種付けの時期までに間に合うようにするっていうようなのが重要ですね。3段階まで改造すると、こちら海外の種牡馬を種付けすることができるようになってます。まあこんな感じですね。ミスプロだったり、ミルリーフ、リファール、まあ、ボールドルーラーはスペシャル種牡馬ですね。まあ、こういった海外の種牡馬を種付けするっていうのが結構重要なポイントにもなりますね。まあ、安定した牧場経営のため、非常に自家生産っていうのが重要になるので、引き継ぎみたいにお守りいっぱい使って、手術馬ガンガン買うっていうのができないっていうのが前提なんで、あくまでも限られたお金とお守りで基盤を築くっていうようなのが重要になってます。その築いた基盤で、まあ、産駒を増やして、まあ、洋服のセールで売ったりとかしてお金を増やすと、それが非常に重要ですね。でこの段階まで来れば初芝王、特にこの初芝王がかなり優秀で、同札で買えるものですね。1年目のゲットした同札でこいつを買えばダート戦線で無双できます。でこの初芝王は81年末までは現役して大丈夫かな、まあ、なので6歳までは一応現役はできるようにはなってます。まあ、寿命が待つかどうかはわからないですけれどもね、成長型遅めなんで、まあうまくやればダート界を制圧できますね。特に3歳後半からかなり無双状態になるっていうような感じですかね。で去年のチャンピオンズカップは3着 で翌年の東海ステークスからまあドバイに行ったけど、そこではねさすがに歯が立たなかったんですけれども、それ以外は全部勝って重賞連勝してますね。でこの初芝王で頑張ってお金を稼ぐ&ヨークを売ってお金を稼ぐっていうようにしていけば、まあ牧場の建設にもね回すことができますし、まあそうなればお守りも溜まってるので、さらなるヨークの購入っていうのもできますね。でちなみにこの金のお守りを使って個人的にこの79年の出産に間に合うようにロイヤルサッシュを購入するのも一つ
手ですね。でこの年生まれてるのがダイナサッシュなんで、でダイナサッシュからサッカーボーイが生まれてゴールデンサッシュも生むことができるので、そこからステイゴールドも生むことができると。でロイヤルサッシュ自体もプリンスリーギフトの子なんで爆発力も かなりね稼ぎやすい繁殖牝馬なので、まあゴールデンサッシュ以外にも優秀な産駒は生めると、その3段はできますよね。まああとは銀札でまあよく買ってもいいですしね、まあメジロティターンとか買えたりもしますね。まああとは余った銀札で何か繁殖牝馬買うとかもいいですしね。ルーラースミストレスを買うっていうのも一つの手ですね。シャダイソフィアのお母ちゃんでこれ今受胎中でちょうど来年生まれる三段になってます。まあそうすればよりお金も稼げますし、安定してお守りをゲットできると。まあそうして優秀な欲を買ったり、まあ海外の欲も購入ができると。まあそうすればね、より安定して、まあいいサイクルでプレイができると。まあそういった感じですね。できればこの4年目には、厩舎、種牡馬の施設、これを3段階にするっていうのが、まあ目標ですかね。やっぱりこの2つの施設を、拡張するっていうのは非常に重要なんでね。でそれによって稼げるようになったら他の施設にの建設に回すと、まあそういった感じですね。あともう一つ優秀な私立産駒ですね。それもう一頭紹介するとこちらですね、シーバードパーク。こちらが今現在3歳ですね。なので76年に生まれる馬ですね。でこちらが緑札で買える馬となってます。で今のところ G1 参照してアメリカ遠征して G1 も買ってますね。まあお金稼ぎと同時にお守りを稼ぐっていうこともできる、まあ、非常にコスパがいい私実産駒と言えますね。タケデンとシーバードパークは緑札でね G1 に参照普通にできるんで、まあ非常に重要なポイントですね、この序盤攻略には。あとは初芝王ですね。で個人的にもうちょっと活躍できるかなと思ってたシルクスキーが思ったよりも能力が低かったっていうのがちょっと残念ポイントかな。この馬豆腐立て買えるし結構いいかなと思ったんですけれどもね、意外とそうでもなかったっていう。こいつは別に買わなくてもさほど問題ないかなっていう感じですね。でまあここまでくれば洋服も豊富にいますしね、自家生産したそれらをうまく売ったりしてお金を稼いでいってっていう感じになります。あ、まとめると序盤攻略のポイント、初芝王竹店シーバードパーク、あとは初期の譲渡馬のディアマンテとフィシスピード、この5頭が非常に重要なポイントかな。ディアマンテとヒシスピードでなんとか名声を1000まで稼いでいけば、まああとは竹伝だったり初芝王でお金を稼いでなんとか4年目までの種付けまでにこちらを3段階まですると。っていうのがまあ今回76年スタートの序盤攻略で重要なことかなと思います。まあ以上が76年スタート引き継ぎデータなしの攻略のポイントっていう感じですね。まああくまで一つの例でなんですけれども、まあ、あくまで効率を重視していかに早く生産体制を整えるかっていうようなことを重点に置いたプレーとなってます。まあなので DLC を一切使用しないでっていうことも別に問題はないので、あくまでも体験版のボーナスのみでっていうのもできるので、まあそこは使うかどうか自由にっていう感じですね。まあ使えばより効率的なプレイができるっていうことなんで、まあそこを使うかどうかはご自由にっていう感じですね。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、 Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。
あとブログもやってるのでね、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。